れがマザーイーター。な、で、でけえ。なんということだ。イヌドラシルそのものが完全に取り込まれバグ化してしまっているとは。そのおかげでかろうじて抑え込めているわけですが、予定通りイグドラシルとしての機能を大部分抑え、送り返したイーター全てにゴミデータを送信し続けるプログラムを組み込んである。さしものイグドラシルの演算機能も一時的であろうとはいえオーバーフロー状態となっていますね。トロイアの木馬みたいだな。いや、どちらも間違いではありません。実体はグリム童話の大きな株に近いですが、とにかく今のうちにイグドラシルをデバッグしましょう。自信を持て、必ず勝てる。負けられない。